逆にピーポーだな。はい、給油の方がね、終わりまして、今裏道通って帰ってます。どうしようかな、どこ行こうかな、こっちから行こうかな、こっちやで。久しぶりに自分の学区のね、田舎道を通ってみようかなと思いまして、今通っております。うわ、懐かしいな。今日はだいぶ暖かいけどね、もうちょっとやね、ほんまに、もうちょっとで、ね、もうほんまに3月入ったら多分暑いくらいになるかなと思うんですけどね、もうちょっとの辛抱ですね、楽しみですよね、春がね。まあ僕もずっと今バイクをね、増車に向けて、増車に向けて頼んでるんですけど、なかなか見つからないっていうか、出てこないっていうか、実際あれなんですよ、オークションで頼んでるんですよね。だからまあなかなかその希望のバイクが出てこないっていうのは、まあ、わかるんですけれども、まあ弾数とかね、まあ程度の良さとかいろいろね考慮して、まあ原産歴車にはやっぱ乗りたくないですよね。 400cc とかで、 250cc とかだったらねあり売りますけど、まあ車検がついたバイクで、車両でですよ、原産歴車とか引いた日にはもう鼻血ブータローですよ。 250cc 買うんだったら新車で買うんが一番いいかな。それかまあその友達とかね、知り合い周りに譲ってもらうとか、それが一番いいんかなって思いますけどね、信頼できる人っていうかね。さあ行くぞ。まあでも 400cc のねバイクね、欲しいんですけどね、早く乗りたいんですけど、まあなかなか見つからないっていうね、弾数が少ないっていうわけじゃないんですけど、まあなかなかね難しいみたいですよ、探してるのには。やっぱりね、てかライダー、この地元岡山は結構その交通ルールを守らないやつが多いっていうんですけど、僕の地元玉野市っていうんですけど、玉野市のライダーってめちゃくちゃマナーいいんですよね、実を言うと。要は渋川とかでよく見るライダー、大体ほぼ 100% 八重とか、お辞儀とかね、八重しなくてもお辞儀とか、挨拶を返してくれるライダーさんが多いんですよね。そう考えたらめっちゃ平和ですよ、玉野市、地元玉野市は、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいですよ、玉野市最高、玉野市最高、地元最高。こうやって地元の農道をね走ってたらめちゃくちゃ気持ちいいです、ほんとね。出会うライダーは手を挙げてくれるし、お辞儀したらお辞儀返してくれるし、慣れた道だからね、ほんとゆったり走れるし、ああ地元最高だわ。まあ増車したりね、まあ近隣だったらこれ使いたいですけど、増車したりしたらどんどん県外とかにね、会いに行こうかなと思ってます。まあ結構ねありがたいことにツーリングに誘ってくれる人が結構いらっしゃるんですよね、 YouTube しかり Twitter しかりね。ですのでちょっとね、僕会いたい人いっぱいいるんですよ、だから今、だからね、ぜひね、ちょっと早くバイクを手に入れて、まあ高速乗れるようにしてね、
四国に渡ったり九州の方行ったり、まあ、関東の方行ったりして、皆さんに会いに行こうかなと思います。はい、おかげさまでね、チャンネル登録者数2000人を突破しました。いや嬉しいっすね。やっぱりね、2000人突破したのがどれほど嬉しいかと言ったら、1000人突破するのにどんだけ苦しいか、本当にね。まあね、1000人超えて2000人来るまでにね、かなりそれはそれでやっぱりね苦労しました。はい、だからねやっぱり、皆さんにはすごく感謝してます。近々ね、2000人記念の動画を作って、いこうかなと思ってます。はい、さあ行くぞ。まあね、毎回、まあ19時からね、動画をアップさせてもらってるんですけれども、まあ結構ね最近では本当に動画をアップしたらね、5、6人の方はね、すぐ動画の感想とかね、やっぱり書いてくれるようになってきて、まあなんかね自分のバイク仲間というかね、友達がすごく増えた感覚でいます。めちゃくちゃ本当に感謝してます。まあ本当励まされてますね。はい、今後ともまあ見ていただければ嬉しいです。はい、でまあ今日は地元走りをね、してるんですけれども、やっぱ地元はいいところです。本当ね、ちょっとガソリン入れに行くだけでもね、すごくいろんな発見があって思うところがいっぱいありますね。まあたわいもない話なんですけどもね、皆さんもよろしかったらね、これからも私とお付き合いしてくれれば嬉しいです。はい、それではね、本日はこの辺で終わりたいと思います。よろしければ高評価、グッドボタンですね、それとあと、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram もね、やってますんで、ぜひとも、フォローの方よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。